はい、皆さんこんにちは。参考者の森田です。はい、本日も、クリーンライフビジョン、の参考者のブースの展示の様子をお伝えしたいと思います。はい、本日2日目となります。はい、本日も、魅力たっぷりの、こちらのブース、参考者のブースを、お伝えしていきたいと思います。では早速参ります。はい、こちら、正面にございます、高速型シングル仕上げ機の LP5000J、 また、高速型エレカフス仕上げ機の LP6000J、 またこちら参考出品となりますカラーオーマー MPCR の出展をこちらにしております。はい、こちらは、一昨年の秋にフルモデルチェンジしまして販売が開始されました。なんといっても、こちらのポイントは、高品質、高生産、省エネ、省人化、これらを実現した機械となっております。またこちらの機械、私と今オペレーターとして、対応していただいております伊達が、YouTube でも、一度、アップしておりますので、そちらもぜひまた、ご視聴いただければなんていうふうにも思います。今早速、オペレーターとしてやっていただいておりますので、ちょっとお聞きしたいと思います。伊達さん、すいません。はい、よろしくお願いします。はい、こちらの、シングル仕上げ機、はい、ポイントどんなところでしょうか。はい、はい、これは1人のオペレーターで、カラーカスとボディまで含めてですね、1時間で80枚、生産性が高い、モデルになってます。はい、こちらを使うことでのメリット、もう少し教えていただけますか。はい、今までダブルボディとか使われてたお客様は、2名体制とか、3点セットであれば3名体制でやられてたと思うんですけども、それが1名でのオペレートが可能になるということで、はい、人件費削減といったところにもつながると思います。はい、いろんなことが短縮することで、はい、人件費も、環境にも、そして、まあ、スピード感といったところはすごくいいですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、では続いてまいります。と書いてあります。人体仕上げ機となります DF250J と、新型ローパス SP3300J の、機械をご紹介しております。こちらは、人体ですね、従来機に比べて風量が 60% アップしました。ウェットのものに対応が可能というところで、毛も立ちやすく、すごく着心地もいいのが特徴です。またこの人体伸びるんですね。なので、ロングコートも可能ですし、また女性ものっていうところも対応が可能でして、こちらに、ボタンがいくつかありますけれども、ここのサイドベンツっていうところを入れていただくと、女性のこういったジャケット等も、きれいに仕上げることが可能です。またこちらの、ローパフファインスチームシリーズとなっておりまして、使いたい用途でバキューム、ブロワー、スチームといったところを使って、アイロン台仕上げていただくことが可能となります。はい、では続いてまいります。はい、本日の展示の目玉といっても過言ではないものとなります。ノンプレスフィニッシャーのST9200J となります。はい、こちらもオペレーターとして張さんに、担当していただいております。ちょっと早速伺ってみたいと思います。張さん、失礼します。はい、はい、こちらのノンプレスフィニッシャーの、特徴をお伝えいただけますでしょうか。ですね、こちらは従来の、トンネル仕上げ機と一番、違うのは、ポロシャツ、T シャツ、そしてワイシャツとかブラウス、水洗いを、主に仕上げる機械となっております。ですので従来の、
トンネルは主にドライ品を仕上げるんですけども、こちらは、水洗いしたものを濡れかけのまんま、仕上げる機械となっております。はい、ありがとうございます。まあ、PTB 衣類に特化した、製品ということですよね。はい、はい、ではちょっと中の様子見ていきたいと思います。かかっている衣類が、ノンプレスフィニッシャーの入り口の方に、入っている状態になります。はい、では仕上がっていくものを見ていきましょう。衣類が出てきました。こちらが仕上がった状態で出てくるものになります。 PTB 衣類なので今かかっているものは主に T シャツになるかと思います。はい、こちら仕上がったものですけれども、きちんともう仕様も伸びておりますし、このまま着ていただける状態じゃないかなというふうに思います。いただきます。プラスチック資源対策として、出ております。半自動集合包装機の PM470J、こちら以前に YouTube でもご紹介させていただいております。はい、でこちら手動包装機の FS760 です。はい、では日置さん、すみません、はい、失礼します。こちらの半自動集合包装機、どういったところが特徴となりますか？はい、こちらですね、まあ、集合包装ということで、ワイシャツがこのように5枚まで最大いきます。5枚ですね。ウールであればだいたい3枚ぐらいで、それを、包装するのにやはり専用のフィルムも必要になります。700幅の広いフィルムで、こちらの特徴は、では包装したときにきれいに長さ検知がされますから、誰でも同じ長さにして包装ができます。ぴったり長さが揃いますので、お店で並べたときにきれいに見れます。見せることができます。それが特徴。集合包装することで、はい、このフィルムの削減につながるっていうところですよね。それがもうプラスチックの資源対策っていうところですよね。はい、あんまりして欲しくないんですけど、正直の話。はい、まあ、でも致し方ない。我々、ね、フィルムメーカーとしても社会環境に貢献するためには、はい、これも一つの提案で推し進めております。はいはいはい、ありがとうございます。ちょっとこちらの手動包装機もちょっと特徴をお願いします。はいはい、こちらはまず手動包装機ということで、こちらに比べてお買い求めやすい低価格帯になっています。でこの機械は以前は700シリーズでありました。で今回お持ちしているのはここに A ってついてますんで、これはまあ電動型、自分で押すんじゃなくて電気で持って、電気で持ってフィルムが向こうに発着します。でこれは今ウールの商品をかけておりますので、おおよそ最大3着、ワイシャツであれば同じように5着までかけられることができます。はい、はい、ありがとうございます。
はい、では続いて参りたいと思います、はいはい、こちら隣のブース、シルバー化社会対策として、こちらも初のお披露目となります、私物畳機の AF1000J となります、はい、こちらもいくつかポイントをお聞きしたいと思います、はい、野沢さんよろしくお願いします。はい、この機械どんなことに着目して開発された機械となりますか？病院に入院されている方の衣類、また介護施設にご入居されている方の衣類、いわゆる私物洗濯といわれるものを、畳む機械となっております。はい、この機械の特徴となるポイントを教えていただけますか？はい、時間あたり、1時間あたり最大400枚畳むことが可能で、一定の大きさに畳むことが可能となっております。では早速、オペレーターの方にやっていただきたいと思います。近藤さんお願いします。これ事前に伺ったポイントとして、透明で見えることによって中の不具合もすぐに見えやすいというところが特徴といったところになります。また一定の幅で出てくるので、すごく綺麗に統一した形で出るというのも特徴となります。はい、ご覧いただけましたでしょうか？では続いて参りたいと思います。はい、では入り口の方戻ってまいりました。こちら GCSC、の窓口となっております。はい、では中村さん、お答えをお願いいたします。はい、こんにちは。はい、こちら普段どういったことを、行っている部署となりますか？はい、我々 GCSC はですね、日本の国内はもちろんですね、全世界の参考者製品をお使いのお客様に対してアフターサービスを行う、そういったチームになっています。はい、ありがとうございます。お客様より依頼されるアフターサービスやメンテナンスはどんなことが多いですか？そうですね、機械、お使いの機械、そういった、使いながらトラブルが起きたときに、電話で問い合わせが来てですね、親切丁寧に、分かりやすく説明しております。はい、ありがとうございます。では、こちら、またパネルがちょっと気になったんですけど、はい、こちらの紹介ぜひお願いします。はい、こちらはですね、今新しく、参考者のお掃除パックというのを始めまして、皆様ご愛用されている参考者の機械、これをですね、きれいにお掃除をしてしまうという、そんなサービスになっています。しかもですね、我々、参考者のですね、サービスマンが訪問するということで、機械の点検だったり、診断、それから全体的なバランス調整なんかもしますので、やったお客様ですね、非常に喜ばれています。ではこの辺りにちょっと感染防止対策のグッズもあるので、改めてご紹介させていただきます。まずこちらは消毒液ですね、手指消毒。こちらヒアルロン酸が配合されておりまして、手荒れもせずに、消毒いただけるものとなります。はい、でまたこちらですね、マスクになります。 B エアですね。こちらは、息がしやすくなっている素材を使っているというところが特徴となります。はい、でこちら大きなものになりますが、飛沫防止のための飛沫防止板となります。はい、こちら累計、5000枚、売り上げて
ております、大変ご好評いただいております。はい、では、こちらに参りたいと思います。提供いただいております、ありがとうございます。はい、その他にもですね、はい、こちらのスクリューコンベアを日本スチールさんの方で、提供いただきました。本当にありがとうございます。はい、こういったところですね。はい、また、ダイヤ商会さんもこういったところで、提供いただいておりますので本当にありがとうございます。はい、こういった展示会やるのも一つやるのも、こういった皆様方のサポートもありながら行っているというところです。はい、本日2日目も、こちらの参考者ブース、ご紹介させていただきました。もう今日明日とまだまだ続きますので、皆様、ご視聴いただければと思いますし、ぜひお越しの際は、営業の方、お声掛けいただければと思います。では本日もご視聴いただきありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。さよなら。